リトマス試験紙とは、リトマスを染み込ませた三塩基指示紙である。単にリトマス紙とも呼ぶ。リトマスの水溶液に浸した腰紙を乾燥させたものがリトマス試験紙であり、青色と赤色の2種類がある。pH 試験紙の一種で、変色範囲は pH4.5 から8.3である。青色の試験紙は pH4.5 を下回るような酸性の溶液で赤に 赤色の試験紙は pH8.3 を上回るような、塩基性の溶液で青に変化する。したがって、この性質を使えば、青色の試験紙が赤くなると酸性、赤色の試験紙が青くなると塩基性、どちらも変化しない場合は、比較的中性に近いといったように、簡易的な液性を知ることができる。リトマス試験紙は、以下のように色が変化する。リトマス試験紙に染み込ませてある。 リトマスゴケの主成分のアゾリトミンやレカノール酸という成分がアルカリと反応すると青色の塩を作り出し酸と反応すると赤く変色する特徴があるためリトマス試験紙は変色するリトマス試験紙の原料のリトマスゴケや梅の木ゴケなどの種子の地位類から紫色の液体リトマスを抽出しそれをアルコールに溶かすこれにアンモニアまたは塩酸を添加してそれぞれ 赤色と青色に変色させる。これを露シの小片に浸して乾燥させて切り分けるとリトマス試験紙となる。近年は赤色や青色に変色させずに紫色のまま使うリトマスニュートラルと呼ばれるリトマス試験紙もある。高温、多湿、直射日光を避けて密閉して保存する。比喩的に対立する二つの意見、方策などの是非、審議。 効能を判定する資料となるものという意味もある。リトマス試験紙は小学6年生で習い、2017年時点の日本において小学校で習った好きな理科の用語ランキングの1位であった。ありがとうございます。